おめでとうございます。大きな拍手でお迎えください。じゃあそれでは一声お願いできますか。この度は、罪の声でこの素晴らしい賞をいただき本当にありがとうございます。この場をお借りして、お礼を言いたいのですが、土井監督、プロデューサーの方々、小栗さん、星野さんはじめ、総一郎を共に演じた、石澤さん、杉田さん、そして、宣伝部の皆様、いつも支えていただいている皆様、そして映画をご覧になったなってくれた皆様、心よりお礼申し上げます。本当に、いろんな方々のおかげで、僕が演じた総一郎という人物を作っていただいたと思っています。今まで本当にいろんな方と出会いで助けられ、本当にお世話になって本当に感謝しかありません。本当にありがとうございます。おめでとうございました。はい、小栗さん、星野さんという非常にこう勢いがある乗ってる存在感のあるお二人と共演されまして、はい、どうでしたか。作品中は二人の存在感も感じましたか。はい、そうですね、ものすごく総一郎、僕の役総一郎ともどもすごいデリケートに接してくれたんで、すごくやりやすいといいますか、こう本当に出会いのシーンからお二人とお会いしたんですけど、すっと入っていける感じがしました。しかしでも野沢はちょっとした動きとかセリフ回しとかもすごい存在感があるんですが、これはこう天性のもんなんですかね。やっぱかなりそれなりにこう見えないところでもう一生懸命こうね、白鳥のこう水かきじゃないですけれども一生懸命やってらっしゃるんですかね。いや、そんな本当に土井監督がその時に起こることを大事にしてくれたんで、そうですね、その場でこう動けるようにちょっと集中してこういようと心がけました。どうですか、宇野さんにとってこの俳優としての面白さ、映画の魅力っていうのは何ですかね。はい、そうですね、やっぱりこうたくさんの方々でと一緒に作るので、そして今回アンダードックも喜劇愛妻物語も37セカンズも僕出させてもらってるんですけど、いろんな人と出会ってこうみんなでこう作るっていうか、こうその自分で思ってる自分じゃないところに本当に皆さんのおかげで連れて行ってもらえるというか、はい、そういうところですかね。やっぱり自分とえらいかけ離れた役もあるわけですもんね。そうですね、ほとんどがそんなまあでもそういう部分があるからこうお話をいただけてるのかなとは思いますけど、それでお話をいただいてこう自分を発見するというか、あ、こういう一面があるのかなと思ったりします。はい、いや素晴らしいです。これからも大いに頑張ってください。本当におめでとうございました。おめでとうございました。男優助演賞の宇野昌平様に今一度盛大な拍手をお送りください。本当にいろんな映画に出ずっぱりでいらっしゃってね、今もいろんな映画に出ずっぱりですね。本当ですよね。